はい、どうも、こんばんは。今日は2019年2月の8日、8日、1時です。よろしくお願いします。よろしく。今、家に着きました。自殺じゃなかった、自炊。いや、チャーシュー腐ってなければチャーシュー食べようと思ってるけど、腐ってなかったらね。腐ってるか、あれ作ったのいつだっけ。腐ってるか、さすがにもう無理か。フォローして、花火ちょうだい、かっこいいって言った人。大丈夫かな。練習だっけ、作ったの。結構前だよね。食えるかな。どう思う。無理かな。あ、カビてる。絶対無理だ。カビてるわ。無理だよね。カビたら無理だよね。カビてるわ。カビわかんな。白カビ。これだから男の一人暮らしはダメなんだよな。あかんな。やめよ。じゃあ洗いも後でやろうかな。洗いも後でやるか。これ無理だよね。ああ、足りてるな。いけそうな気もしなくもないんだよな。無理だよな。やめた方がいいよね。
やめよう。借りてる。やめよう。もったいないけど。やめよう。やめまーす。いや、チャーシュー。はい、みんな、こんばんは。チャーシュー。この前作ったやつ食べようと思ったけど、無理だったわ。カビさんが生えてた。カビさんが生えてました。カビさんはダメだと思います。いくら和道さんでもカビさんは食べれないと思います。いただきます。弁当食います。腹減った。彼女募集。もう恋愛はいいかな。セフレでいいや。セフレ、なんかもう恋愛めんどくさくなっちゃったよ。いただきます。チキンタッチた生姜焼き弁当。セフレも彼女もいらない。金鶴が欲しい。金鶴が欲しいな。俺に三つ子女が今欲しい。これ安いんだ。生姜焼きと竜田揚げで480円。うん、ついてくれんならあれかな。弁当のパスタすごい好きなんだけど、これなんでこんな味になるの？え、猫の目彼氏いるじゃん。お前。まあ彼氏いいじゃん。え？私違うやんって言われても。何？え？私違うやん？あんこ？ああ、はいはいはい。もうとにかくもう恋愛めんどくせえ。俺もメメント森って背中に掘ろうかな。
というわけで、ワードフリーになってしまいました。33歳で、捨てられました。残念でーす。いや、本当に。まさかだよね。でも、先月、3回しか、俺の家来なかったから、まあ、なんかなぁとは思ってたね。いや、なんか、もう、萎えた俺が。もうなんかもう喧嘩してない、もう来ないって、すると思って勉強になったのが、配信者彼女作ったらダメだね。いい勉強になった。無理で足りないんだけど、焼け酔いしてもいいっすか。全然足りないんですけど、この程度の弁当じゃ。何これ、食欲が爆発してるんだけど。いや、足りないんだけど、カビどけない。おかずとご飯を一緒に食べたい人だから、おかずだけで食べれない人だから、いや別に あれくらいのカビだったら怖くないけど、いやもう彼女とかいいよ、もう本当にめんどくさい。もんちゃん、喧嘩してない。喧嘩してないね。もういいや。わかんない。もう来ないって。なんか、あれじゃん？ドクター M さんとコラボが気に入らないと書いてあったわ、そういえば。まただよ。いや、戻ってくるとかじゃなくて、俺も萎えたもん。正直。いや、お弁当もう一個買ってきていい？ダメ？お弁当買ってきていいかどうか問題があるんだけど、どう思う？みんなは。人間は一食にお弁当を二個食べていいかどうかっていう、その哲学的な、マイケル・サンデル的な問題、足りないね。なんか。全然足りない。いいと思う。いいと思うの。自炊する、アキラさん。自炊する。
まには食べようかな。いやもう今日これから寝るんだけど。そうそう、彼女が彼女に振られたので自炊してやるっていう配信です。はい、すごく前向きなタイトルですね。これから寝るなら胃腸の負担になるからやめとけ。何よ、俺水分で膨れたことないよ。そう、何そのなんか昭和の発想というか、なんか長屋で育ったのこのビュー長屋育ちみたいな発想すげえな。あ、千代子さんいらっしゃい。彼女に振られたので今後自炊していこうと思います。よろしくお願いします。自炊です。はい、包丁持ってクッキングやる気満々だったでしょ。びっくりするぐらいやる気満々だったでしょ。酵素ドリンクか 100% のジュース飲んで我慢する。あ、女の人って大変なんだな。やっぱすげえわ女の人は。なんかちょっと兆候はあったよね。変な動きだったよね。でもまあもう無理だよな、のりことは。もうなんか今日さーって引いてく、なんか今までと違ってなんかさーっと引いてく何かを感じたもんね。さーっと引いてく。あ、これもう根本的に多分合わないんだなみたいな。もうこの繰り返しのループは何度言ってもわからないってことはもうダメなんだっていう、っていう風には感じたかな。両方とも取る感じだね。俺も取るし、M さんに取ってもらうしっていう。いや、初めてだけど、あ、もうなんか、あ、そうなんだ、みたいな。なんかもう怒るのも結構疲れるじゃん。わかる？怒るって結構疲れない。なんか、今まで怒ったり、泣いたり、笑ったりしてきたけど、今回さすがになんか疲れたってね。いや、戻ってくるとかじゃなくて、その、わかるかな？疲れたっつうか、萎えたっていうか。いや、なんかもういいかなっていう、お互いのためにならなくねえかっていう。これお互いのためにならないんじゃないの？みたいな。そう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 。もうね、幾度となく見てきたわけじゃん。みんなは。この焼き。もう何回目って話なん、もう。なんかね、本当にね、今回さーってね、あーそう、みたいな。なんか、あ、っていうのと、なんかこう、配信者って、彼女作ったらダメなんだなっていう、なんか悟りを得たというか、なんて言うんだろう。わかるかな？冷めたっていうのかな？なんだよ、こう、冷めたっていう現象なのかな？なんか、なんだろう。これもう根本的な解決になってねえな、みたいな。いや、俺はだって、あれじゃん。配信のことに口出されなければさ、何にも言わないっていうのはみんなは知ってるわけじゃん、もう。配信バカなの。知ってるでしょ？配信以外のことに切れたことないじゃん。もう怒る気もないよ、今回。正直。
なんかもうね、あ、もうこれだけ言ってもわかんないんだったら、わかんないんだろうな、みたいな。で、配信者は彼女を作るべきじゃないなっていうのが、なんだろう、率直な感想というか、なんか感情が何も起こらなかったね。正直言うと。なんかこう、別れたくないとか、寂しいとか、なんか、もう今本当に忙しいの。1分刻みのスケジュールで動いてんの。で、彼氏が食うか食わないかとかさ、配信のプレッシャーとかさ、いろんなものを抱えてるわけじゃん。映画とか捨て頃とかさ。で、支えるんじゃなくて、この人、なんだろう、応援する気ないんだっていう、そのリスナーとしてもそうだけど、パートナーとして応援する気が全くないんだなっていうことが分かったっていうか、あ、こんなに自分勝手なんだって思っちゃったんだよね。自分勝手だなと思って。なんか、さーって引いてったね。あ、そうみたいな、もう。どう見えてるのかはさ、わかんないけどさ。いいかなっていう。まあそういうのもあるんじゃないの。いや、あんまり考えてないよ。仕事のことっていうか、いろいろ、そういうことで頭いっぱいかな、俺は。のんちゃんを完コピするのやめてください。まあそういう気分じゃないんで、その台本に乗っかる気力と体力が今ないんで、疲れた。あね、よく3年持たないって言うけどね。3年持たないっていうんだけど、まあ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 、お腹いっぱいです。僕はそっちの感想は、いろいろ何も持ってない方が配信者は強いよ。いや、もうなんかそこを考えてる余裕がないの分かってないなっていう。あ、もういいよ。いいよいいよ。もうこの話はやめようじゃ。なんか、勘違いされたくないし、なんか。なんか、へこんでるとか思われたくない。なんかもう、普通になんか、さーってこう、はいはい、終わり、終わり、終わりっていう。言葉で言って伝わらないんだったら多分伝わらないし、まあ、俺は誠意持ってたつもりだけど、それが伝わらないってことは、まあ、汲み取ってもらえなかったのかなっていう。俺は配信一番優先しちゃうからさ、やっぱ。配信好きだから。
配信を邪魔するんだったら家族もいらない人だからね。家族も友達も捨ててきたからね、俺は。配信があればいいや、俺。死んでお腹いっぱいだわ。仕事ではないけど、配信は。あ、まあね。負けるフラグじゃない。負けるフラグが立ったんじゃない。甘いもん食いてえな。甘いもん食いてえな。いやー、どうなんだろうね。必要か必要じゃないかっていう考え方なかったな。楽しいか楽しくないかで言ったら楽しかったけどね。基本的にストレスフリーがいいから、ストレス1でも感じるぐらいだったら100の喜び捨てるかな俺。めんどくさいの嫌いなの。わかるかな。めんどくさいの嫌じゃない。俺は嫌だけど。あれ、またコメビューバグってんの？コメビューバブル率高くねえか、ちょっと。まあいいよ。もうリスナーさんに愛されれば俺はそれでいいよ。配信者としての勘が戻ってきたんだよ、いろいろと。失うものを失ったら、配信者としての勘が取り戻ってきて、水飲んでるのに喋ろうとしたからね。いいよ、いいよ。配信者に戻ろうとしてるよ、俺。いい感じ、いい。いい感じだよ。戻ってきたよ、感覚が。何も怖くないよ。
サイヤ人の血が流れてることを思い出してきたよ、俺は。必須の。ねえ、シャちゃん。寝ようね、シャちゃん。いい感じだな。いやもうなんかいいや、女はいいや、俺めんどくせえわ。風俗通いだよ、もう。風俗通い、風俗解禁だから、もうリスナーの花火を全部風俗に変える男になるわ。もういい。まあ平たく言うと、まあさすが和道リスナーだよね。もう答えるまでもないよね。さすが君たちとしか言いようがないというか、それもう答え聞くまでもないでしょ、もう。もはや分かってるでしょ、答え。そうね、やることがいっぱいあるね。そうだね、もう疲れたよ、僕は。疲れた。髪の毛すげえ抜けるな、今日。フケが出る。なんだろう、配信者としての勘が戻ってきてるな。フケが出る。フケなんか昨日まで出なかったのに、フケが出て髪の毛が抜けるんだけど。いいよ、配信者としての血が騒いでるよ。いやもう浮気の定義が広すぎるっていうか、浮気の定義が広すぎて、もう世界観についていけないかな。浮気とは何なのかっていう番組を朝まで討論したいよ、リスナーさんと。一体浮気とは何なのかっていう。そして恋人と彼氏のあるべき姿、結婚とはとかも、いろいろと、そして仏教で締めくくりたいね。ブッダはこうおっしゃいました。シャクソンはこうおっしゃいましたっつって、仏教で締めたいね。そんな気分だね、うん。そういう、俺はそういう男だよ。俺はそういう気分だよ、もう。いや、今までもう本当に何したのとか聞かれても答えてたけど、逆に俺が聞きたいよね。何したの？いや、もうね、いや、だから、もう、その、俺のことを潰す気なんだよ。俺のことを。そうとしか考えようが他にないもんな。俺のことを配信者として潰そうとしてるとしか思えないよ、もう。何もできないよ。いや、俺ね、もう、萎えたんだって。じゃあ、誤解してるんだって。完全に、チンコしなしなだから、今。もう、なんかいいや、っていう。てか、甘いもん食べたいな。これ、甘いもん食べていいと思う？どう思う？甘いもん食べていいのかな？っていうか、ほんと、ふわっち、ダメだな。ハニートラップにしては長すぎるだろう、いくらなんだろう。こ
これでハニートラップだったらすげえよ。なんなんだろう。なんでこんなことになるんだろう。あ、延長したんで花火ください。カビどけるから、ミースケのカビどけるからずっと止まってんだけど。いやーもういいや、お腹いっぱいだよ俺。もういいや、ほんとに。法律上ね。いやだったら彼女やめろよ。いやそれで彼女が怒るって言うなら彼女やめりゃいいじゃん。それが俺の本音だよ。そんな芸術の世界に何年も身を置いててだよ。芸術に対しての愛情がないんだったら、リスペクトがないんだったら、そんな彼氏やめちまえよっていう。それが本音だよ、俺の。そう思わない。俺はそう思うよ。その程度なんでしょ。そんなもんでしょ。毛がすごいな。若い子とエッチしたいだけじゃんって、ドクター M さん若くないよ。熟してるよ、M さんは。知らないでそういうこと言うからね。知らないからそういうこと言う。ああ、分かってないから余計ライバルして。まあ、どっちにしろめんどくさいよね。いや、もう、なんかそういうのめんどくせえわ。そういうなんか、そういう小さいことで浮気だとかどうのこうのとか、女がどうとか、もう、俺にとってもどうでもいい情報だから、ぶっちゃけた話どうでもいいね。うん。いやいや、もういいよ。そういうくだらない議論はやめようよ。終わった話だから。終わった話。もういいじゃん。どうでもいいよ、もう。ポーチ。これが L サイズで、こっちがミニサイズ。こっちは Wi-Fi と iPod 入れて、こっちはスマホ入れてる。
でもなんか配信者が彼女を作る べきではないっていうのは俺は結構やっぱそうなんだなっていう、配信者はっていうか何かをやろうとしてる人は家族を持ったらダメだなって思った。案内とても配信を10年見続けた配信が大好きな人とは思えないよ本当に。まあということで、私彼女がいなくなりました。どうか皆さん今後ともよろしくお願いします。そういうことですんで、小せえなこいつ。いや、オープンにしないっていうことができないからこうなってるわけよ。隠し事なんかできないよ、こんな、なんつーの、見えっぱりな生き物じゃん俺ら。無理だよ、そんなことできるわけないもん。ちょっとコンビニ行こう。コンビニ、コンビニで甘いものか弁当もう一個か、どうしようかな。どう思う？甘いもの買うべきかな？どう思う？アイスか、いいな。アイスか。なんかもう俺はデビルズブラウニーサンデーをがっつり食いたいな。自炊の支援お願いします。自炊の支援お願いします。どうしようかな。花火ありがとう、どんつき。誰だろう。ああ、そうか、見えないのか。ごめんなさい、携帯バグってるんで見えないです。申し訳ないです。匿名さん、ありがとうございます。どんつき。ドクター M さんと月末だね。バガありがとう、アイテムありがとう。バガザイス。花火ありがとう。浮気なんかしてる、なんで浮気をしてる前提なのかがわかんねえな。まあいいけども、なんか俺最近リスナーに何かを説明することに意味が全くないっていうことに気づいたから、もう誤解されたんなら誤解されたまま行こうっていうのがね、最近のもうなんか誤解を解こうとするから誤解が余計誤解を生んでくだけだから、もうリスナーさんがそうだって言ったものはそうだっていうことで割り切ろうっていうのが今の俺の考えだね。もうリスナーさんと戦っても得がないっていう、誤解されたなら誤解されたまま受け入れるっていうね。
もういいや。もうなんか疲れたよ。何食おうかな。まあそうだよね。あ、戻ったコメント欄。利用中に。あ、ありがとう、誰だろう。あ、この人か、ありがとう。花火の人確認しました。ありがとうございます。アーティスト目指してるのは損得感情で動いたらダメですね。そうね。え、俺損得感情で動いてた？そういう風に見えた？損得感情ないよ、別に。なんもないかな。バーガーありがとう。セブンイレブンで焼け食いだけさせて、もうなんか、もう本当になんか今欲しいのは俺ね、彼女じゃなくて糖分だよ。今の俺に必要なのは糖分。行こう行こう、もう。あ、リスナーに対して？リスナーに対して得がない？ああ、言ったね。忘れてた。ちょっとごめん、よくわかんない。頭回んねえわ。ごめん、リアリーさん。まあでもなんかいい言葉っぽいね。なんか言ってたのは。ごめん、今、汲み取る能力がねえわ。でもなんかいいこと言ったのはわかるの。アーティストとは損得感情を抜きにして考えないとダメだか。大変だよ。風俗代だから、毎月2万円プラスで稼がないといけない。毎日か。もう俺、愛のないセックスを楽しむよ。寒い。風持った。もう、疲れたよ。風船ありがとう。さあ、み。甘いもん食べよう。がっつり食べよう。弁当にしようかな、どうしよう。ね、自炊する。彼女に振られたので今後は自炊する。うん、いやもう疲れたよ。ドレさんに八つ当たりすればって、だってドレさんに八つ当たりしたところで何にも生まれないかんね。全く関係ないかんね。とばっちりもいいとこでしょ。自炊するってだから分かったよ。経済的なところとかね、健康面とか考えて、お前いいやつだな大金。分かった、自炊するわ。俺の健康面と経済面を考えてくれて本当にありがとう。自炊するわ。怖すぎるでしょ。もういい、二度と家に行かない。わかったわ。許すなら、反省するなら許すけど、いやもういいわ。いやいや、反省するなら許すけど、
いやもういいよもう。いやだから反省するなら許すんですけどってずっと言われてんだよ会話にならないドラゴンクエストのあの EA ループでしょこれ。ストーリー進まないのかな3つ甘いもの3つ、チョコラテ、チョコレートラテ、パフェ、シュークリーム。太ります、僕は。しかも僕はもうグレたんで布団の上で食べようと思います。で、歯を磨かないでそのまま寝てやろうと思います。悪いやつなんで。いいですか皆さん、極悪なんで布団の上に寝っ転がりながら生放送をしながらチョコレートラテ、弁当を食った後にチョコレートラテ、チョコレートパフェ、チョコレートシュークリームを食べるという暴挙、暴挙に出ようと思います。自殺配信ですよもう本当に。いやもうカロリー高めだから炭水化物、糖質多め多めでいきますんで、はい、虫歯なんか怖くねえよ、虫歯で死んでやるいやめんどくさい、うん、いや自炊します、今後自炊していくんでよろしくお願いします。もうやさぐれてるんで僕は、もう本当、本当にもう血糖値上げまくってやろうと思ってるんで、とりあえず今日だけは甘いもの食べます、たらふく、ただ僕あのフケが気になるのでちょっとお風呂には配信外で浸かると思います。もういい寝るって、後半わめき散らしてアンチリスナー怒鳴ってピッてしめしめ今日も花火もらったわっていう悪い顔した後にお風呂を洗って湯船に浸かってぐっすり寝ようと思います。いいお風呂入っていい、いいそう歯も磨く、なんなら電気歯ブラシで磨くわ、ブラウンで、ブラウンソニックケアで磨くね、二度磨きするね、うん、この擦り倒した大根臭い感じで閲覧増えたわ、花火いっぱいもらったわ、放送盛り上がったわ、グヘヘって言って寝る。いい、それでもいい、よいしょ、寒すぎる、のんちゃんと別れたよ、別れたっつうかね、なんかね別れたっていうよりも終わったって感じだね、終わったっていう、食べてもいい みんな食べてもいい、ねえ出て行ったっつうか別にここに住民ではないから、まあ出て行ったかどうか、いい布団で食べてもいいピッて言わないでしたか返事しないで悲しくなるから今のに
いいの。寝ながらだけど、いい？いい？本当に食べよう。もう焼け食い、しゃあないやん。どこ行ったか。伸びた俺の理想系なんだけど、伸びたすごいでしょ。伸びたのポテンシャル舐めたらダメだよ。ドラえもんを動かす力半端じゃないかんねん。ドラえもんを泣いたりわめいたり喜んだり、ありとあらゆる手法でドラえもんを動かせるのはのび太だけだから。のび太が最強だっていうことに気づいてないんだよ。のび太はダメなやつじゃないから。何の能力も持ってないのに未来からやってくるんだよ。ダメすぎて、あまりにも使えなさすぎて未来からやってきて助けに来るんだよ。俺の理想系だわ本当に。飲んでもいい？俺に必要なのはドラえもんだから、のび太をディスらないでくれ。俺のヒーローだよ。あー、これはやばいぞ。これはやばい。意外とっていうか生粋のひも体質でしょ。いただきます。チョコレートラッテ。これはどこ？わたぼく。わたぼく知らない。うんうん、あんまあんま、なにこれ、あんま。カロリーは500ミリで、あ、コップ一杯あたりの詐欺パターンだこれ。500ミリ入ってんのに、コップ一杯あたり、200ミリあたり、134キロカロリーだから、カロリーが怖くてデブをやってられるか、バカ野郎。じゃ、シュークリームからいきます。頑張ります。チョコモコ、生チョコ仕立てのチョコモコ。チョコモコシュークリームじゃないの？チョコモコなの？シュークリームが食べたいんだけど。うわ、出た。柔らかい感じのシュークリームだ、これ。これこういうの絶対うまくない。大したことない。うん、うまっ、うまっ、これうんまっ。なにこれ、うんまっ、うまっ、うまっ。野球なんてやんねえや。うまい、うまいよ。チョコにチョコ。うん、中はクリームだけど。中に人参とか絶対入ってないから。うん、予想通り生クリームだよ。チョコクリームだよ。中にマンゴーとか入ってないから大丈夫だよ。予想通りだよ。うん、まないこれ。うん。あー、低所得者万歳。これで幸せになれるんだぞ。お前ら金持ち見てるか、金持ち見てるか、高額納税者たち。
お前らはセブンイレブンのシュークリームで幸せを感じることはできないんだ。年収800万以上の資本主義のゴンゲたち、高学歴たち、見てるか？お前らはセブンイレブンのシュークリームで感動を味わうことはできないからな。俺たちを舐めるなよ。俺たち低所得者を舐めるなよ。俺たちはやばいぞ。うん。ストロングゼロとセブンイレブンのスイーツがあれば、平気で俺らは低賃金でバリバリ働くからな。うん、俺たちを舐めるなよ。高額納税者たち、見てるか孫正義、うん、焦るなよね、この目、童貞かよ、うん、あんま、いや意外とできる子だから、ぐうたらしてるだけだと思ったら大間違いだよ。ミケちゃんが思ってるよりぐうたらしてるから、半端じゃないから、予想外のぐうたらだからね。ウォーレン・バフェット見てるか？はい、締め、締め、本日の締め、濃厚チョコショコラパフェ、濃厚チョコショコラ、こいつで締めよう今日の放送。3本締めです、3本締め。スプーン入れろや店員、どうやって食えっつんだよ、スプーンを入れろや。なんで、なんでなの、シミュレーションしてほしいよ本当に。商品をピッてやるときにこれを何で食べるかとかシミュレーションしてほしい本当に。スプーン、なぜなぜそんな投げやりなの、外国人労働者たちを。なんで昼間店長がいる時間帯はめっちゃありがとうございましたとか声張るのに、深夜の時間帯は小声なの、あいつら何も言わないからな。機械か、機械なのか、あいつらは。深夜になると何も言わなくなるんだよ。うまーい。うまい。いや、外国人労働者、昼間はね、パキパキ動くんだけどね、夜になるとモソモソ動いて声小さくなるんだよ。投げやりなの。うまっ。なんだこれ。これはやばい。ショコラがすげえ。虫歯になるね。安倍晋三見てるか？低所得者を舐めるなよ。のんちゃんと別れたのっつうか、もう終わったね。終わった、不眠症なわけねえだろ。安倍政権とは一体何だったのか、小泉政権と全く同じじゃないかよ。
安倍政権、小泉政権と全く一緒だったよ。拉致被害者という言葉すら出てこなくなったからね、もはや。何だったんだ、拉致被害者とは。麻生馬鹿太郎は大好きだもん。ガリガリ。あ、いや、ダメだ。まあ、似てない。高所得者じゃない、高額納税者だから。堀江貴文は失敗しないから、経験を積んでいくだけだから。経験値が上がっただけだ、失敗ではない。1000キロカロリーなんか余裕で超えるに決まってんじゃん。余裕だよ。まだまだいける。今日はいける。これがオーバートーズだよ。オーバートーズ、わかる？オーバートーズ。今俺はオーバートーズでハイになってるから。どうすればいいんだろうね。どうすればいいんだろう。何が正解だったんだろう。やっぱり俺はね、やっぱね、彼女は作らないことが配信者の鉄則だと俺は思う。みんなはどう思う？そもそも人様から恵んでもらって生きてる小好きなわけじゃん、俺ら。それが他の幸せを手に入れようとしてる時点で間違ってるんだって。不純物なんだって。彼女ができるとか、金持ちになるとか。わかる？配信で人様からチヤホヤされて、かまわれまくって生きてるわけじゃん。で、わかる？それを手に入れたのに、人様からチヤホヤされてるのに、あれも欲しい、これも欲しいってなったらダメなんだよ。神様は一個しかくれない。配信の神様は。閲覧を捨てたら金が手に入ったり、金を捨てたら閲覧が手に入ったり、閲覧が手に入ってもアンチの比率が高かったり、バランスがね、絶妙なんだよ。絶妙。大手で人気があるんだけど、寿命を削ってたりとか、三角コーナー丼を食べなきゃいけなかったり、差し出すものが多ければ多いほど返ってくるものが多いんだよ。俺に聞いてんの？俺に長生きがしたいのかって聞いてるのかよ。俺に聞いてんのか？俺に長生きをしたいって、お前本気で言ってんのか？おい。めっちゃしたいよ。97歳まで生きたいよ。お昼寝中に、そのまま静かに眠ってるように息を引き取りたいよ。
本音はね。その何か平穏な日常が欲しいよ。いいよ。だから失うものが増えていくと何かを得るんだ。等価交換なんだよ。等価交換。巨大な何かを失うと巨大な何かが手に入るんだよ。反省ってなんだよ。さっきから1時間ぐらいよ。反省するなら許す、反省するなら許すって。反省なんかしねえよ、バカ。反省できるならこんな生き方してねえわ。手遅れなんだよ、何もかも。気づけよ、手遅れだよ。今からどうにかなると思ったら大間違いだ。もう振り返らないから。もういろいろってなんだよ、いろいろって。具体的に言えよ。具体性がない、具体性が。うわ、とオーバートーズだね。オーバートーズ。あー、睡魔がやばい。あー、糖分ってすげえな。やっぱ睡魔が半端だね。ガクンってきたね。ガクンってエネルギーを吸収する方向に向かってる。Amazon ギフトカード？これでようやく綺麗なオフパコが、正しい配信者の体に戻ったね。オフパコが、オフパコがやり放題。オフパコがやり放題だよ。オフパコが。走らねえよ今から。バカかよ。考えろよ。弁当食ってパフェ食ってチョコレートドリンク飲んで、お前シュークリーム食ってなんで5キロ走るんだよ。バカよ。いやー、もう鬼畜の和道だから、こっから、鬼畜の和道だよ。いや、もうすごいよ今日は。2年ぶりだな、2年半ぶりだな、お前たち。待たせたな。もう失うものないから俺。和道にか名前戻そうかな。和道に。猫の目なんかね、ニコ生時代の俺を知らないからね。はっきり言ってね、もうね、不良。あの時の俺は完全に不良だったね。もうセブンイレブンのチャーハンのグリーンピース残そう。
お弁当のコロッケの下のキャベツ食べない。回転寿司でお皿をレールに戻す。コインランドリーで忘れ物の洗剤俺使う。銭湯でいきなり湯船入る。トイレに行った後お尻拭かない。分かってきた、分かってきたのかよ。帰ってきたんだよあいつが。寝るけどね。ただいま。いやもう本当にもう悲観にしてもいいぐらいだよね本当に。本当にもう悪だね。こいつやべえってなるよ本当に。あの頃はマジで尖ってたね本当に。鉛筆削りって呼ばれてたからね。気をつけない。絶対に気をつけない。もういつ死んでもいい感じで生きていく。あ、もう寝タバコ最高。本当に。うまいね。そうだね。とりあえず朝は俺の時間支配しよう。朝方の配信者を蹴散らしていこう。奴隷終わりが狙い目だから。奴隷終わりが。深夜の帝王、よっさん。まあだから、10時から金映え。深夜のよっさん、そこそこ聞けるどれからの朝方の和道で行こう。わかる？で、昼間の近藤。わかる？ふわっちが回り始めたよ。昼間の近藤、つなぎのワンワン。もう完璧な布陣だよ。完璧な布陣。一日中どこ見ても安定感がついに整ったんだよ。ふわっちという最、そう、モーニングワード。Qちゃん牧師の時代は終わったんだよ、もう。時代は変わったんだよ。Qちゃんリスナーとりあえず全員奪っていこう。わかった？Qのリスナーを全部奪いに行こう。Qの時代は終わったよ。リュウジュが来たらノリコがいなくなったんだけど、どういうこと？リュウジュが来た瞬間にノリコがいなくなったんだけど、どういうこと？偶然にしてはできすぎてるんだけど、どういうシステムなのかな。リュウジュさん、リュウジュさんちょっと引っ込んでもらって、あのモニターを返せの下りやりたいんだけど、どうなってるのこれ。どういうシステムなの。一人で二役やってんの。負担高すぎるだろ。負担でかすぎるだろ、お前。
2アカウント切り替えてんのかよ。タブレット渡そうか。いや、リュージュってやつが来た瞬間、あ、来た。あれ、リュージュのコメントがなくなったけど、平沼が出てきたらリュージュがいなくなったけど、どうなってんのこれ。どうなってんの。いや、2役でしょこれ、完全に。お前らそんなのもわかんなかったの。しかもこいつ大義ってやつだからね、リュージュってやつは。あれ、間違えてるから、リュージュリュージュ、リュージュのコメントじゃないから、それ。コメ消して。どっちがどっちだか分かんなくなっちゃった。大義ってやつだから、こいつ。大義のアカウントを叩きすぎたリュージュに変わったんだよ。もうそれくらい、チンケなアンチリスナーしかいなくなったの。一人で二役やらないと、一人で二役やらないと、もうアンチが枯渇してるんだよ。わかる？もう極悪だよ、もう本当に。極悪。ツバニャンなんて目じゃないよ、本当に。俺が本気出したら。半端じゃないことになってるから。おこだよ、おこ。もう囲われない。花火にありがとう言うのやめた。もう絶対言わない。なんならちょっとイラッとする感じでいこう。あ、決めた。もう決めた。俺悪になるわ。俺決めた。めちゃめちゃ悪いやつになろう。決めた。あったまきた。いいの？めちゃめちゃ悪でいいの？いい？悪い子でもいい？いい？いいの？いい？悪い子でもいい？知らん。もう、もう知らん。もう、もう傷だらけだから俺。打点。打点、打点師、うん、いやもう何にも大事にしない、もう本当に。もう何にも大事にしない、もう本当に。自分を、自分だけを大事に生きていく。とても、とても、とても、とっても大事にする。いい？布団洗わないよ。4年洗ってないよ。最初だけだよ。布団洗うのなんか。カーテンなんて一回も洗ってないよ。うん、捨てる。利用し尽くす。むさぼる。奪う。それが俺。わかった？リスナーが、リスナーの貯金を切り崩させる。いい？それでもいい？泥水出るよ。もうそれくらいの、それくらいの、うん、かわいそうだと思わないね。思わない。思わない。
もうピザーラのテリマヨピザが食べたい。わかる？テリマヨピザが食べたい俺は。アコムはついでにブラックだから、アコム、プロミス、レイクあたりは全部ブラックだから、言っても意味がない、そうだよ、俺の中のヨハン・リーベルトがついに姿を現したんだよ。俺の中にいるアキラくんとヨハン・リーベルトが現れたんだよ、ついに。わかる？もうやばいよ。失うものが何もないやつの強さを見せていくけど、もう血糖値が上がりすぎて俺もうダウン寸前だけど、いい？破天荒なんてもんじゃないから、もう破天荒なんて前代未聞だから、いやもう全然ペロペロされてないから俺、近藤さんが思ってるよりもペロペロされてないから。もうダメだ、俺がいかに悪魔かっていうのを見せ続ける配信だから、こっからはどんだけ悪魔だったのかを見せつけるんだよ、もう俺はあれだから、若い女リスナーと LINE をしたらおっぱい見せて、もう開口一番でおっぱい見せてって返すから、それくらいの極悪になるんだよ。いいの？びっくりするでしょ。配信外でおっぱい見せ、おってやったら予測変換でおっぱい見せて、だからもう、乳首の色が気に入らないやつは速攻ブロックするから。そういう鬼みたいな配信者になったんだよ。わかる？オフパコマシーンだよ、オフパコマシーン。もうこんばんは。いやもうやばいよ本当に。俺の中のヨハン・リーベルとか、もうジョーカーが、俺の中のジョーカーとヨハン・リーベルトとアキラくんが暴走してるよ。いやもう軍曹とかじゃないよ、もう本当に減衰だね。ワド減衰だね。いやーもう雰囲気違うよ。俺の中のヨハン・リーベルとか暴れ出してるから。知らないよ。知らないよ。まあエンペラーだから俺、エンペラー、帝王を超えたんだよ今、皇帝だから。俺のこと皇帝って呼んでいいよ、エンペラー、ラストエンペラーだから。エンペラー、帝王とかもう終わったんだよ、エンペラーの方が上だから。エンペラー、失うものはない、生産性などこの枠には必要ないんだよ。消費をひたすら続けるんだよ、リスナーと一緒に。消費破壊、消費破壊、むさぼり続けるだけだよ。わかる？生産性なんて俺らにはいらなかったんだよ。
そうだよ。俺のことをヨハン・リーベルトって呼んでもいいよ。狂気だね、狂気。血糖値が上がりすぎて眩しいんだよ俺。コメントが見えないよ、キラキラして。それくらいの闇にいるんだよ俺は今。コメント欄が眩しくて見えないぐらいの闇の中にいるんだよ。いやもうそうなっちゃった。そういうシステムだったから。そういうシステム。配信者は幸せな家庭を築こうとしたらダメだったんだよ。それは配信者ではないんだよ。いや、イルミナティカードに俺乗ってるでしょ。イルミナティカードだよ。まあここだけの話なんだけど、フリーメイソン作ったの俺の親父だから。こんな嘘も平気で言えるようになったよ。日銀総裁よく俺の家来るし。もう怖いものないよ。ああ、ホリエモンとワイン飲んだんだけど、すげえ安かったよ。とか、もうそんな配信だよ、こっからは。いや、もう本当にすごいよ。テンプル騎士団の家系なんだよね。とか、もうすごいよ。止まらないよ。いいの？いいのかよ。いい？いい？それでもいい？おしぼり機とか、俺の家にもあるし、って言うから。お前の家おしぼりあんの？ないのかよ？って言うよ。いい？電子レンジ3つありますけど、とか言うよ。いいの？もうそれくらいだよ。既読無視だよ。そんなもん。うん、いいの？エリザベス女王とメルトモの俺だけどいい？うん。いい？いいの？うん。お腹いっぱいで気持ち悪いな。いやー、俺のおじさん、バチカン作ったのは俺じゃない。親戚のおじさん。うん、ハートありがとう。あそこのビル、俺相続するんだよね、とか平気で言うよ、配信外で。うん、いいの？いいの？うん、うん、いいの？もう手に負えなくなるよ。ねえ、遠いところに行っちゃうんだよ。テレビ出るよ。月2で出るよ。いいの？レギュラーはないけど。
街角インタビューで俺出まくるけどいいの？街角インタビューとかお天気のコーナーで俺いつも映り込んでて有名人になってもいいの？知らないよもう。なんでって言われたもんね。なんでって言われたもんね。もうすべてがもうどうでもいいから、どうでもいい。いい。使い方間違ってる。あー、魚肉ソーセージを逆さまに陳列したい。レストランのアルバイトでパセリ使い回して、そういう気分だから。コンビニ、深夜のコンビニで働いて、棚卸しサボりて、すき家でアルバイトして、フィリピン人の団体客をワンオペしてるときに看板の電気消して、わかる？どれだけ俺が極悪非道で反社会的な人間か分かってきた？分かってきた？悪魔なんだよ、悪魔。わかる？もう止められないんだよ。時代が変わろうとしてるんだよ。平成が終わるよ。オリンピックが始まるよ。愉快な愉快なオリンピックが始まるよ。日本最後の祭り、東京オリンピック。楽しむぞ。東京オリンピックの後はひどいぞ。大阪万博で何とかしようとしてるけど無理だぞー。無理だぞー。新時代だな。ああ。オリンピックでヒカキンがいいポジションで活躍してるのが見える。電通と博報堂がヒカキンをいいポジションで、そこそこいいポジションでヒカキンとはじめ社長を使うのが見える。見える。見えるぞ。開会式に映り込むヒカキンが見えるぞ。
才能なんてない、いらないそんなもんは。才能とか、俺の憧れはのび太なんだよ。才能なんていらん、そんなめんどくさいものはいらん。捨てた、諦めた、とうの昔に。小学2年生の時に全部捨てた、そんなもんは。小学2年生の時に全部捨てたんだよ。で、それでも中学2年生まで生き延びた絵、中学2年生の時に残ってできたエッセンスが俺だ。わかったか。小2で捨てて残ったものが中学2年生の時だ。そっから変わってない。以上だ。わかったか。いや、伸びた最強の生き方でしょ。理想だわ、俺の。何の才能も持ってない奴が世界を滅ぼす兵器を動かしてるんだよ。なぜそれを分かん、伸びたの才能を分からない奴俺大嫌いなんだけど。伸びたが使えなさすぎて未来から助けに来るんだよ。どんだけ才能あるんだよ。ダメ人間すぎて未来からターミネーターだよ、ターミネーター。だからターミネーターのかっこいいバージョンだから。なんでわかんねえんだ。ドラえもんをかっこよくするとターミネーターになるっていうことがなぜわからないんだよ。のび太になれないやつがのび太をディスるな。そうだよ、ドラえもんとシュワちゃんはほぼ一緒でしょ。見る人が見たら、見る人が見たら完コピだよ。もう、まあ、確かにジャイコ画家だったな。コナーかっこいいよな。ターミネーター久々見てえな。ターミネーター2ってなんであんなかっこいいんだろうな。ターミネーター2のかっこよさ異常だよね。ショットガンをあんな風に使うって誰が考えたんだろう。ハーレー・ダビッドソンショットガンすごいよなあれな。お前のサラコナーどこ行った、わからん、知らん。知らん。うん、お腹苦しい。寝てもいい？眩しいから寝てもいい？
何レザボアドックスって聞いたことない。なんだよレザドアボックスって。でであ、やべえ、ターミネーター見たくなってきた。あれかっこいいよな。そうだ、音でっかくなってくの。ででであれかっこいいよな。よくよく考えたらめちゃめちゃかっこいいな。思い出したわ、脳内再生されたわ。ちょっと鳥肌だったわ。あれエンディングだっけ。ででって終わんの、あれ異常にかっこいいよね。あれ音楽すごいよな。あれか、今鳥肌だったわ。忘れてたわ、エンディングだかオープニングだか、あの音楽のででん。あれかっこいいわ。ああいうのでいいんだよ。なんか最近のごちゃごちゃしてるんだよ。なんかシンプルでかっこいいものでいいじゃん。なんだ最近のハリウッドは、やりすぎ。ちょっと、いや、ちょっとターミネーター見たいわ今。ターミネーターとバックトゥーザフューチャーとインディージョーンズあたりいいくない？なんかもう最近の小難しくない？行ったことない、行ってもいい？いや本当にターミネーターとかバックトゥーザフューチャーとかインディージョーンズあたりでいいんだって。アルマゲドンとかさ、そう、なんかもう設定がとか、この監督の意図はとか、いる、なんかこう伏線がとか、もうめんどくせえわ最近の映画。いいんだよ、ハーレーダビッドソンに乗って拳銃振り回してね、ぶん殴り合って溶岩に溶けてドロドロになって I'll be back で終わりでいいじゃん。超かっけえわ。ムチ持ってテンガロンハットかぶってね、宝物探しに行けばいいじゃんねえ。なんなの、もうなんか複雑にすればいいと思ってるけど違うから。もうそんなのかっこよければいいから。ででんの映画作ろう俺らはね。ででん、ターミネーターでいいんだよ。ダイハードですよ、ダイハード、わかる？ダイハードでいいんだよ。そういうものを作りたい俺は。シンプルでかっこいいだけのものを作りたい。何？レザードアボックスって覚えづらいじゃん。木をてらってるじゃん。ターミネーター、インディージョーンズ、バックトゥーザフューチャー、そのまんま入ってくるでしょ。レザードアボックスが全然メモリーがいっぱいですだよ。空き容量がパンパンですだよ。16ギガぐらいしかないから俺のメモリー。そんなね、小難しいのはね、やめて。レザードアボックスとか。16ギガパンパンだからもう、中学2年生の状態で。グリーンデーの CD でギリギリ詰め終わったぐらいだから。なんだレザードアボックス。聞いたことないわ。シンプルイズベストだな。シンプルイズベスト。
レザードアドックスだったの嘘でしょ、推しの映画のタイトル間違えてんの、もうわかんないよ世界観が。レザードアボックスじゃなくてドックス、全然意味違くなるじゃん。何それ、俺もうね、映画監督に会ったら言ってやるよ。もう映画作ったことある、どんなに有名な監督でも日本の映画監督に会ったら俺言ってやっから、マジで。お前らがびっくりするようなこと言ってやるよ。日本で映画撮ったことある監督という監督が、もし、面合わせることを言ってやる。絶対言ってやる。もう一言で、うわ負けたっていう一言言えるから。うわこの人映画監督本物だって。もう傷つくよ。日本中の映画監督が、ああ、もう勝てねえわっていう、もう本当に俺それくらいのものを持ってるから、一言で切る。レザボア、全然違えじゃん、もう。うん、レザボアドッグスなの、ドッグスなの、全然違うじゃん、もう。原型とどめてないじゃん。行くよ、行くよ。じゃあ、お前ら映画監督やって。お前ら映画監督やって、行くよ。あ、映画作ってんすか。あ、ところで、一言いいっすか。オタクの映画、ビーム出ます？はい、勝った。はい、俺の勝ち。うわぁ、俺の映画ビーム出てねえわ。うわぁ、ビーム出てねえわ。うわ、勝てねえってなるでしょ？傷ついたでしょ今、映画監督。うわぁ、この人の映画ビーム出んのかよってなったでしょ？わかるこれ。俺はそれくらい才能に溢れてるんだって。ビーム出さなきゃってなったでしょ。俺出すから。ビーム。波動ビーム。いっぱい出るから。ビーム出ない映画はダメ。頭きた、寝る。寝てもいい？いい？寝てもいい？寝よ。はい。ということで皆さんありがとうございました。最後に花火ください。お疲れ様でした。